始めたいと思います。今日の最後の講義はパスウェイデータベースということで、私京都大学の科学研究所のバイオインフォマティクスセンターから来ました後藤と申します。よろしくお願いします。で、今日の、話ですが、先ほどメタボロームの割と高度な話がいろいろ出てきましたけども、パスウェイに関してはちょっと皆さんどの程度使ったことが あるか分かりませんが、割とその基本的なところを中心に、お話していきたいと思います。で、今日の流れですが、最初に、パスウェイの概要ということで、パスウェイに、実際にデータベースに触れてみましょうというのが一つ。それから、私自身はKEGっていうそのパスウェイのデータベースの開発元から来ましたので、今日の話も割とKEGを中心に話そうと思うんですが、世界中にパスウェイのデータベースっていっぱい実はありまして、KEGー以外に割と有名なのが、アメリカで作られているバイオサイクというデータベース、それから、ヨーロッパで作られているリアクトームというデータベースが割と大規模で、有名なデータベースがありますので、その2つのデータベースについて、簡単に紹介して実際に、アクセスして、どういうふうな感じになっているかというのを見てもらって、でその後でKEGの話を、していこうかなと思います。で、話の中で、実際にアクセスしてもらいながら聞いて話を聞いてもらおうと思いますので、そのリンク集みたいなものをここの、演習のサイトというところに、作ってます。で、これ本当に簡単なページ、HTML の簡単なページなんですけど、こんな感じ、ちょっと更新中ってなってますけど、これちょっと無視してください。パスウェイデータベースとして、今日使ってもらおうと思っているデータベースいくつかこう並べています。で、その中でこうクリックしていくと、実際にそこにすぐ飛んでいけるようにしてますので、ちょっとまずこのページを開いておいてもらって、見ていってもらえたらいいかなと思います。で、パワーポイントの方に戻りますと、まずそのパスウェイの簡単な説明ですが、皆さんご存知かもしれませんが、ゲノムとかその、メタボロームもそうですが、分子のデータっていうのは計測技術が発達して大量のデータがどんどん出てきているわけですが、パスウェイ、代謝経路であったりシグナル伝達系のパスウェイに関しては、まだまだその自動的に計測するというところまで行ってませんので、個々の知識を文献なり教科書なりから集めて統合化して、で、見やすいものを作っていく、でそれを、データベースで計算機で扱えるようにしていくというようなことが必要になります。で、ですから、ここで書いてますように、生体内で、遺伝子、タンパク質、化合物などの分子間相互作用を経路として表現したものをパスウェイというふうに言います。で、そういうデータベースを作ることによって、生体分子のネットワークを容易に理解することができるようにしていこうと。で、ゲノム、それからトランスクリプトーム、その他諸々のミックスのデータの解釈がしやすくなるようにしましょうというようなことで、いろんなところで作られています。で、歴史的にはこういうパスウェイっていうのは、僕が知ってる限りはこの、ベーリンガーマンハイムっていうところが昔、ウォールチャートっていってその壁紙 の, パスウェイを作ってました。でこれ次のページに書いてる、こういうやつで、ちょっとこれ解像度が悪いんですが、研究室のこう壁にこう貼ってみるような、そういう、知識、代謝系の知識をまとめたようなものとして、教科書なりそういうところから作られてきていたわけです。で、そういうものが、あって、知識としてこうまとめられていましたので、これも1965年ぐらいからやられていますが、で、それがもう後にデータベース化、計算機で使えるようになってきた
というふうにまあ考えてもいいかと思います。でちなみにこのこのウォールチャートに関してはこのベリンガーマンハムにいたゲルハルト・ミハルさんという人が中心になって、まあ、教科書も作って、まあ、販売もされています、まあ、そういう情報も参考にしながら、まあ、いろんなデータベースが作られているわけです。で、このデータベース、この代謝パスウェイに関してももうすでにデータベース化されていて、ある程度こう計算機の上で見れるようになっていますので、まあちょっと見てみましょうということで、まずその今ロッシュがサポートして、公開してますが、そのロッシュのバイオケミカルパスウェイというものが、まあ、あります。でこれが最初の先ほどのウェブページの最初のリンクですね。このロッシュバイオケミカルパスウェイというものになりますので、まあ、これちょっとクリックして見ていきましょう。でこれに関してはこの全体像をまあ拡大したり縮小したり、それから簡単なキーワード検索ができるようになっているというようなまあものでして、先ほどの、ページにあったように、ここから出ないです、まあ、地図をマップのところをクリックすると、まあ、こういう形で全体像がこう見えます。で、この矢印をクリックすると、まあ、いろんなメニューが出てきて、まあ、例えばこのサーチで、まあ、なんかその化合物の名前であったり、パスウェイの名前、例えば TCA サイトだったら TCA というふうにこう入れたりしてキーワード検索すると、まあ、そのキーワードが入っているようなパスウェイであったり、まあ化合物であったりそういうものが出てきます。で、1個クリックすると、そのマップの中 の、まあ、その化合物、これは TCA カイロですが TCA カイロの部分がこうハイライトされる。それから、まあ、他にも何か化合物入れてもらったらいいんですが、まあ、例えば何かアミノ酸の名前とか入れて検索すると、まあ、実際にこのマップの中にこうロイシンに関するような、まあ、化合物とか、反応が、代謝系のこのマップの、まあ、この左下の方に集まっているというのが、まあ、分かるわけです。でこういうふうにしてもともとはこう実際にこう絵で描かれてたものの中の要素を検索できるようにして、見えるようにしていくというようなことから、まあ、パスウェイのデータベースというのが、まあ、始まってきています。で、まあ、これに関しては、これぐらいにしておいて、で実際にもう少し、大規模にそのゲノムとこうつなげて検索できるように、まあ、これは代謝マップそのものを検索するという形になっているんですが、そのゲノムやその遺伝子と絡めて検索できるようになっているものについて、まあ、少し紹介していこうと思います。で、まあ、そういう意味で、これそのパスウェイデータベースを作っていくと、計算機によってモラ的な解析、まあ、ゲノムの解析であったり、トランスクリプトームのアノテーションができるようになると。で、それからまあいろんな生物種のゲノムとこう、合わせてパスウェイを作ることができますので、まあ、生物主観でそのパスウェイを比較したり、まあ、どういうふうにこうパスウェイがこう進化してきたかっていうのを調べるような、まあ、進化解析なんかにも応用できるようになる。で、まあこれ先ほどと、かぶりますが、発現データでエンリッチメント解析をする。で、あと今日はお話ししませんけど、モデリングとかシミュレーションとか、まあ、予測なんかにも使われているような例っていうのが、まあ、最近出てきています。で、今日の、まあ、この講習では、まずそのパスウェイデータベース、今、まあ、我々が作っているケッグと、それからバイオサイクリアクトームというデータベース
を紹介して、まあ、その活用法について、学んでもらって、まあ、実際の、まあ、データを適用できるようになりましょう。それから、まあ、ゲノムとかメタゲノムの遺伝子のアノテーション、これもすでにされているやつが結構ありますので、まあ、そういうものから、まあ、代謝機能とか、まあ、生理機能があるかないかというのを調べることができるようになりましょう。で、まあ、これと、関係して、まあ、こういうのから、まあ、複数のゲノムとか、まあ、複数の、まあ、メタゲノムもしくはトランスクリプトームのサンプル間で機能の比較ができるようになりましょうというのが、まあ、今日の目標になるかと思います。はい、まあ、途中分かんないことあったら止めてもらってどんどん質問してもらって構いませんので手を挙げて質問してください。で、まあ、ここまでが概要で、これから少し、データベースいくつか紹介していこうと思います。でまず最初に、紹介したいのはバイオサイトというデータベースです。でこれは、アメリカの SRI インターナショナルというピーター・カープという人が、作り始めた、まあ、データベースで、これも結構歴史が古くて、1990年代からもう作り始めています。で、もともとは、大腸菌がすごくよく研究されていましたので、大腸菌の、データベースとして、このバイオのところが、エコっていう、イコリのエコになったイコサイトっていうのが、最初です。で、まあ、そこから始めて、まあ、いろんな生物種の情報に、まあ、手を広げていって、今は、まあ、人まで含めて、まあ、いろんなその大腸菌の、違うストレインとかも含めて、基本的にはゲノムが分かっている生物種7600種以上のパスウェイが見れるようになっています。で、大腸菌とか人に関しては文献が結構ありまして、で、研究者もいっぱいいますので、まあ、そういう研究者が協力して、専門家がその手作業で作成して、文献からその情報を集めてきて、パスウェイを作って、データベースを作っています。で、そういう生物が7600もないので、それ以外のものに関しては、ゲノムから自動的に、機能アノテーションして、パスウェイを作るということをやっています。で今日紹介するバイオサイクもリアクトームも、ケグも、まあ、代謝パスウェイだけではなくて、まあ、シグナル伝達系とかそれから遺伝子制御系の、まあ、制御系のネットワークの情報も、まあ、含んだようなデータベースになっています。それから、まあ、アカデミックに関してはバイオサイクは無料で使えます。コマーシャルのところは、ライセンス契約が必要になる場合も、まあ、あるかと思います。データ形式はバイオパイプスという形式なんですが、これに関しては、今日はあんまり詳細はお話ししませんが、いろんなパスウェイのデータベースがそれぞれ独自のフォーマットを作って、まあ、開発してますので、まあ、それを統一的に扱うようにしましょうということで、こういうバイオパイプスフォーマットというのが今できてまして、それに準拠した形になっています。で、じゃあ、実際またバイオサイクル見ていきましょうということで、先ほどのページからバイオサイクルに入っていってもらうと、まあ、今のようなページに飛んでいきます。で、2番目、このバイオサイクルで飛ぶと、もうこういうページに飛んでいきます。で、ですね。バイオサイクデータベースで、まあ、さっき7600の生物種の情報が入っているというふうに言いましたが、まあ、その生物種を、TR1、TR2、TR3 という、まあ、3つの、分類、3つのそのカテゴリーに分類しています。で、TR1 に関しては、これ、まあ、資料の方を見ていただいたらいいんですが、先ほどの大腸菌であったり、まあ、人であったり、それから、まあ、イーストなんかもそうなんですが、専門家がその手作業で作成して、作った、まあ、データベースで、今7つのデータベースがあります。で、これをクリックすると、
実際に、どういうデータベースがティアの位置かっていうのが、まあ、書かれていて、これイコサイクっていうのが、まあ、大腸菌ですね。それから、ヒューマンサイクっていうのが人で、まあ、アラサイクっていうのはアラビドフィスですね。まあ、イーストとスペシメニアとアフリカの層のが。で、1個メタサイクっていうのだけは、まあ、リファレンスっていう言ったらいいんですけど、まあ、いろんな生物種の情報を統合して、作ったデータベースになっています。ですから、まあ、これをもとにこの TIA2 とか TIA3 の、自動ツールで生成したデータベースというのができています。で TIA2 に関しては、まあ、資料の方に、まあ、40以上のデータベースというのが書いてますが、まあ、それをここにリストアップされています。でこれは何をしているかというと、まあ、先ほどのメタサイクというデータベースがあって、これがその、まあ、いろんな生物の情報をまとめたものなので、それをベースにして、ゲノムが決まった生物種、まあ、この辺生物種の名前がずらっと出てますが、そういう名前を持つこういう生物種のゲノムから、どういう遺伝子がそのゲノムの中にあって、そのそれぞれの遺伝子が、どういう酵素をコードしているかという情報から、メタサイクの方にマッピングして作り直す。その辺の、やり方に関しては後の、まあ、ケープのやり方と割と似ているので、まあ、ケープでももう一回説明したいと思いますが、まあ、そういう生物種が、まあ、7000以上あるんですが、そのうちこの TIA2 っていうのは、自動でアノテーションした後に、手作業でもう一回こうチェックし直しているというもので、少し、信頼度が、まあ、TIA3 よりは高いというようなものになります。でメタサイクに関しては資料に書いてあるんですが、2000種以上の、情報から、構築したデータベースになっています。で、で資料の方からいくと、ちょっと、まあ、どういう生物種でもいいんですけど、 TIA1 の生物種を1個ちょっと見ていってみましょうということで、ここではイーストをちょっと選んでみます。で、イーストに関しては、まあ、これもゲノムが随分昔に決まって、まあ、それをベースに、機能アノテーションが、まあ、しっかりされていますので、まあ、TIA1 のデータベースになっています。で、ここで、まあ、ここにサーチボックスがあるので、その前に全体像を見たいというときには、資料に書いてますね。TIA1 からイーストサイクで、トゥールズっていうのがですね、これ下の方に行くと、こういう箇所があって、この中にメタボリックマップダイアグラムというのがあります。で、これをクリックすると、まあ、こういうその全体像がこう見えてきます。ちょっとこれ見にくいですけど、線が酵素反応、それから、濃度が、点が、まあ、化合物を表していて、まあ、イーストのマップはこんだけあります。でこれここが、まあ、TCA 回路に今なってるんですが、その中で、まあ、例えばその TCA サイトを探したいといったときには、まあ、TCA とかして、まあ、これもキーワード検索が何でもいいんですけど、キーワード検索が、まあ、できるようになってます。でここで、いくつかヒットしてきたやつがここに出てきますので、TCA 回路というふうにやると、今度はその TCA 回路の部分だけ、見えるようになります。でこれがまあ、資料の、まあ、12ページの絵になります。で、ここからそのさらに、それぞれの矢印とか、まあ、化合物がこうクリックできるようになっているので、矢印をクリックすると、それはこういう反応ですよっていうのが出ますし、化合物をクリックすると、まあ、化合物のデータに、これ今、ログインしないといけないですね、投票になっています。で、まあ、こういう多数のデータベースの特徴の一つとして、ゲノムと関連して見れるというのが、まああるわけです。で、
バイオサイクに関しても、これ今 TCKR の遺伝子がこういっぱいあるんですが、これ、ゲノムの、概略図になってて、これ一個一個がクロモソームになってて、クロモソームのどこにどの遺伝子が載ってるかっていうのが、まあ、概略で見えるようになっています。そういう意味でこの、10ページの、これリンク URL に biopsych.org で biopsych-pgdb リストって書いてある pgdb っていうのはパスウェイゲノムデータベースの略だと思います。で、さらにですね、これ下の方に行くとパスウェイエビデンスグリフっていうのがあって、これさっきの上の TCK 回路のこうマップをこう概略で表していて、この緑の部分っていうのはこのゲノムにある酵素ですから、酵母がイーストが持っている反応で、もしこれ今イースト全部持ってるんですけど、緑じゃなくて、まあ、オレンジ色になっているようなものがあると、まあ、ここ本当はありそうだけど、ゲノムでは見つかってないといったようなものが分かるようになってます。ちょっとまあこの例では全部分かるようになってます。で、これがまあ 概略 で、ここからですね、例えば、このオペレーションという中に、まあ、いろいろこのパスウェイからいろんなパスウェイのデータに変換したりすることができるようになっていて、でこの小本セルラーオーバービューというところをクリックしてもらうと、今度はその先ほどの全体像の中のどこが TCK あるかというのが分かるようになっています。で、多分皆さんがやりたいのはこういうデータベースから、自分のその発言のデータとかをマッピングして、まあ、どこがこう発言が上がっててどこが発言が下がってるかというのをまあ見たいということだと思いますので、まあ、実際その今日はデータ自体はこれアップロードできるようになってるんですが、NCBI にある GEO っていうエクスプレッションのデータベースがありまして、そのデータをこうインポートできるようになってます。ですから今日はそれをちょっとお見せしたいと思います。で、これ資料の、その次のページに、丸で囲っているのがこのインポートデータフロム GEO というところなんですが、ここで、クリックするとこれキーワードサーチの画面が出てきます。これはサッカロマイセステルビゼのパスウェイなので、生物種がサッカロマイセスになっていて、そのまま、交互であればエクスプレッションのデータが多分100ぐらいなので、このまま合合しても、GEO の中に、登録されているその酵母に関する、発現パターンのデータというのがリストアップされます。でこれは例えば、ここでセルサイクルとか入れるとセルサイクルに限定したデータが今全体で121あるというのを、まあ、15号がセルサイクルですね。で、これ何でもいいんですけど、とりあえずこれ1個選んでやると、これ時系列の例えばデータなんかだと複数のこう実際の発現パターン のデータがずらっと出てきます。で、これその1個選んで、その発現パターンの情報をパスウェイの上に載せるということもまあできます。これとりあえずこれでサブミットしてみると、なんか画面が小さくて見にくいですけど、これがでも発言が、上がった下がったで、まあ、赤とこれ青で今表現されてますが、これマップの中の、この辺が、上がっててこの辺が下がってるというのが分かるということになります。で、まあ、これをですね、もう一個あれ消えちゃいました、アニメーションとかもすることができるようになっていますので、そこまでちょっとやろうかなと思うんですが、
もう一回。再生とかして。で、さっきの、メニューで、今度タイプオブディスプレイで、先ほど、まあ、このスタティックのシングルタイムポイントだけやったんですが、ここもアニメーションにすると、これいくつかこう選べるようになって、こう選んでいくと、でサブミットすると、まあ、4つのデータを、このパスウェイの上にマッピングすることができるようになっています。ちょっと時間がかかるかな。はい。で、これはまあ、自動的にアニメーションしてもいいですし、ちょっと画面が小さいので見にくいですが、このフォワード、バックワードで、その今4つデータを入れましたので、これをこう変えていくと、この辺がこう変わっていくっていうのが、まあ、分かる。思います。でもこういう形で、オミクスのデータをこうマッピングして、まあ、全体像だけですけど、まあ、全体像を見ることができるようになってますので、まあ、GEO の形式で自分のデータを持っている人は、同じようにアップロードすることができるようになっています。ここまでワイオサイクの話ですが、よろしいでしょうか。まあ、似たようなこう作業をこの後のケグの方でも、まあ、ちょっとやっていこうと思いますので、まあ、その時にまた何か質問があれば、おっしゃってください。で、まあ、資料の方一応イーストサイクで、まあ、今のは、まあ、イーストだけだったんですけど、まあ、他の生物種と、まあ、比較したりすることも今できるようになっています。で、リアクトームに関しても、まあ、基本的には同じような感じで、まあ、できるようになっているので、まあ、今日は、リアクトームに関しては、まあ、こういうのがあるという紹介だけですが、バイオサイクがその、アメリカのグループ、ピーターカープのグループが、まあ、やっているのに対して、こちらはEBI のグループ、ヨーロッパのグループが作っているものです。で、ちょっと後発組なんですが、もともとは人の情報を中心に、作っていこうということで始まったものですが、これも西部州はバイオサイクとかケグに比べると少ないんですが、まあ、割ときれいにキュレーションされたような西部州の情報を集めていこうということにしていて、特に人に関してはやっぱり専門家が手作業で、作成した文献ベースのデータベースになっています。で、それ以外に、まあ、計算機で推定したようなものっていうのがいくつかあります。で、まあ、これもバイオサイクと同じように、まあ、代謝パスウェイと、まあ、シグナル伝達系なんかが見れるようになっていまして、これヨーロッパのグループは特にそうなんですけど、割とそのデータは全てフリーオープンにするというようなものが多くて、リアクトームに関しても基本はフリーになっています。それからデータ形式もバイオパックスと同じ、バイオサイクと同じように、まあ、バイオパックスっていうのも使えますし、SBML っていうのはシミュレーションをするためのフォーマットになっているんですが、まあ、そういうのにも対応しています。で、これまあ一つ人の、まあ、こう見た例なんですが、まあ、こういう形になっています。これもちょっとだけせっかくなので見てみましょう。まあ、最初のページに戻ってもらって、ここリアクトームに。で、これ、リアクトームから、このブラウスパスウェイに行くと、最初は、そのパスウェイが、まあ、出てきますが、まあ、人以外にもいろんな生物種。まあ、これ、主に C
真核生物が多いですが、人をベースにこう作っていくようなものがここに登録されています。で、QR 検索なんかもできますが、これセルサイクルの中のものをどんどんクリックしていくと細かく階層的に分類されたようなパターンの中身が見えます。で、ここまで来ると先ほど、スライドにあったような、遺伝子と、遺伝子間の相互作用のネットワークが見れるようになります。これがパスウェイの全体、パスウェイというかマップの全体像で、その中のどの部分が表示されているかというのが見えるようになっています。でリアクトームに関しても、このアナライズデータというところで、いろんなデータをマッピングするようなこともできるようになっていますので、興味がある人は後で見てもらったらいいかなと思います。で、今2つ大きいパスウェイを見たんですが、パスウェイのデータベースって実は世界中でいろんな人が、作ってます。で、おそらくそのバイオサイクとリアクトームとケグっていうのが3大データベースだと思うんですが、このパスガイドっていうところは、そのいろんなパスウェイのデータをカタログとしてこうまとめてくれてまして、今大体500以上のデータベースのリストがあります。でいろんなことを調べてくれていて、パスウェイのデータベースって結構売り物のデータベースもあって、有料化無料化っていうのがアベイラビリティのところに書かれています。それから、スタンダードっていうのが、フォーマットで、標準データ形式に準拠しているかっていうことで、そのバイオパックスとか SBML っていうフォーマットであれば、標準的っていうふうに今言われてますので、いろんなツールで使うことができます。で、明日、串田さんが多分紹介されるですかね、サイトスケープは。で、サイトスケープに関しては、この辺のバイオパックスとか SDML の形式であれば読み込んで、ネットワークの解析ができるようになります。でそれに関しては明日の午後紹介があるかと思います。で、これも見てもらったらいいんですが、そのパスウェイもいろいろあって、シグナル伝達系なんかも含めて、普通にタンパク質の相互作用の、プロテインプロテインインタラクションのデータを集めたものっていうのも、パスウェイデータベースの中に入ってますし、先ほど見た代謝パスウェイの情報なんかも、当然パスウェイデータベースに入ってますが、それ以外にもそのシグナリングパスウェイとかパスウェイダイアグラムっていうのは一番最初のロッシュのデータベースなんかはそうです。それから、転写因子と、遺伝子制御ネットワークって、その転写因子が、遺伝子のゲノムの遺伝子の上流に結合してどういう遺伝子がこう発現するかという、そういうネットワークであったり、リガンドとタンパク質の相互作用であったり、ジェネティックな相互作用のネットワークっていうのもデータベースとして登録されて、で、いろんな、タイプのデータがあるというのがこれを見ると分かってもらえると思います。で、ケグとかそのバイオサイクとかリアクトームに関しては、代謝パスウェイ、シグナリングパスウェイ、それからダイアグラムもありますし、この辺の、転写因子と遺伝子制御ネットワークの情報なんかも、パスウェイの形で書かれています。で、残り少しケグの話をしていこうと思うんですが、ケグっていうのは、京都大学で作られているものなんですが、これも、ゲノムとパスウェイと、両方、統合して、使えるようになっているデータベースでして、バイオサイクは7000以上あったんですが、ケグでは、
まあ、ゲノムの決まった全生物種ということで、基本的には、まあ、ジェンバンクとかレフシックに登録され、まあ、NCBI の、まあ、ジェンバンク、レフシックに登録されている、生物種、ゲノムの情報が、今大体4200ぐらいきれいなものがあって、でそれをもう見れるようになっています。で、それ、内訳としては、真核が300で、まあ、ほとんどあのバクテリアですけど、そこ細菌なんかも結構入っています。で、それ以外に、まあ、ゲノム、と同様に、最近、まあ、メタゲノムの情報っていうのが、どんどん出てきています。で、ケッグ自体は、メタゲノム情報はまだそんなに多くはないんですけれども、まあ、環境の、まあ、基本的には海洋の、サンプル、海の、水の中の、ゲノムのサンプルと、あと、腸内細菌なんかも含めた、生態のメタゲノムというのが700サンプル入っています。まあ、これについてまた後で少しお話ししたいと思います。で、パスウェイの分類も割とバイオサイクに似てるんですが、まあ、専門家が手作業で作成したあのデータがまずリファレンスとして作られます。でこれはまあいろんな生物種の情報を統合したデータベースです。でここから、その、リファレンスの中のどこがどの生物種の遺伝子に対応するかという情報を、まあ、自動的にアノテーションして、まあ、生物種の活性をゲノムから作る。で、まあ、それをさらにこう手作業で、まあ、キュレーションしてきれいにしていくということを、まあ、やります。で、まあ、自動ツールで作成するっていうのは、そのゲノムの情報からゲノムのどの遺伝子がパスウェイのどこにこう対応するかっていうのを、自動でこう対応付けをしていくっていうことなんですが、その、どの遺伝子がどういう機能を持つかっていうアノテーションに、まあ、その精度がいろいろあって、どういうツールを使うかによって、まあ、若干違いがあるんですが、まあ、基本的には、ホモロジーベースで決めていくということになります。で、対象としては、対象パスウェイとかシグナル伝達系がありまして、これウェブで見る分には、まあ、誰が見てもフリーに見ることができるんですが、まあ、ケグに関しては FTP でこうデータを全部ダウンロードしようとすると、ライセンス契約が必要になります。であと、まあ、データ形式ですが、これはケグ独自の XML 形式を今採用しています。 KGML という形式なんですが、まあ、これに関しては、いくつかコンバーターがありますので、この KGML をバイオパックスにコンバートするようなプログラムというのが、こういう名前のコンバーターとか、まあ、KegScape という、ツールがあるので、まあ、これを使う と、サイトスケープなんかで読むこともできます。これはちょっと概要、パスウェイに関する概要で、まあ、実際にパスウェイを見ていってもらうと、これも先ほどのページのケグのところに行ってもらうと、まあ、リンク貼ってるので、ポチポチしながら見てもらったらいいと思うんですが、まあ、代謝パスウェイの例として、まあ、TCA 回路だったり、シグナル伝達系の例でセルサイクルとか書いてます。で、まあ、資料に今出しているのは、まあ、これ絵を重ねているのでちょっと分かんないんですけど、この TCA 回路の例です。で、ちなみに KEG に関して言うと、KEG のページはこんな感じになってて、パスウェイから、ゲノム遺伝子、それから、まあ、化合物とか反応の情報も、まあ、代謝経路の中から、に定義されてますので、まあ、そういう情報も入っています。それから、まあ、最近は、今日はお話ししませんけど、まあ、病気に関する情報であったり、薬の情報なんかも、登録してますので、薬に関しては日本とアメリカとヨーロッパで市販されている全ての薬の情報が入っていて、さらにそのターゲットの情報なんかも、今アノテーションしてますので、どの薬が、どのパスウェイの遺伝子、そのタンパク質にターゲットとして働くかといったような情報は見れるようになってます。で、まあ、今日はちょっとこのパスウェイの代謝系の方でちょっと見ていこうと思いますが、まあ、TCA 回路を見ていくと、まあ、こんな感じになっていて、まあ、結局に関して言うと、
遺伝子が四角、まあ、反応遺伝子が四角で、化合物が丸になっていて、でこのこれ今リファレンスパスウェイというやつを見てるんですが、その遺伝子の、まあ、酵素のところを酵素反応のところをクリックすると、オーソログっていう情報と、それから、資料に出しているのはこの下の方に出ているこのリアクションっていう、反応の情報を出しています。で、反応の情報とともに、酵素の情報も入っているので、酵素の情報もあるんですが、酵素に関して言うと、これはまあ、タンパク質なので、それの元になっている、遺伝子の情報がありますから、それをオーソログという形で、登録しています。オーソログっていうのは、まあ、機能、遺伝子の機能と思ってもらったらいいんですけど、まあ、いろんな生物種で、統一的に扱うために定義した ID があって、例えばこのスクシニル抗 A シンターゼっていうのはこの、オーソログの ID を持つと。で、ここから、このオーソログの機能を持つような遺伝子はそのゲノムが決まった生物種で、どういう遺伝子ですかっていうのが、ここにリストアップされているので、まあ、そこでこれちょっと分かりにくいですけど HS っていうのはホモサピエンスの略で人の遺伝子だと、この酵素は、まあ、こういう名前で実際のアミノ酸配列とか塩基配列がどうなっているかというのが見れるようになっています。でこれがその資料に書いている、人の遺伝子の情報です。でここまで来ると今度はその人のパスウェイの情報っていうのが見れるようになって、ここからそのこの遺伝子がその TCA 回路の中のどこかっていうのが、クリックすると分かるようになっていて、ちょうどこの先ほど見た部分が、今の遺伝子に対応してますねというのが分かります。で、リファレンスパスウェイと人のパスウェイ、まあ、先ほどリファレンスパスウェイをもとにっていうふうに言いましたが、これ人のパスウェイだとこう緑になっているところと白になっているところとあって、基本的には人が持っている、酵素というのは緑で色付けられています。で、この同じ反応を触媒する、酵素が別にあるんですが、でこの酵素というのは、まあ、最近バクテリアで見つかったあの酵素で、まあ、違う遺伝子がやっているということで、違う ID がついています。で、これは人が持っていない酵素だと。ということになります。でリファレンスパスウェイに関しては、まあ、いろんな生物種の情報をこういうふうにまとめて表現しておいて、そのオーソログの情報を使って、まあ、人はどのオーソログを持っているか他の生物種はどのオーソログを持っているかっていうのを、計算で求めてやって、対応するところにこういろいろ持っていくという形に今なっています。ここまでよろしいでしょうか。はい、この数字、この数字はですね、酵素反応を分類する、枠組みっていうのがまた別にあって、これ酵素番号というふうに言うんですが、4桁の数字になってまして、1桁目が、1から6まであって1が、酸化還元酵素2が、転移酵素3が化成分解酵素というようなそういう分類その反応酵素反応のパターンで分類された枠組みがあってこれはまあ昔から作られている枠組みで酵素に関しては活性が決められた酵素はこういう番号でこう分類しましょうという枠組みがあってそれを、対象マップに関してはそういうのが使われるというのが割と慣例になっています。ですがこれちょっといろいろ問題があってこれ今このマップはいいんですけどもこの酵素番号っていうのはこれ酵素番号の国際連盟っていうのが決めていてこれどういうものにつくかというとこの活性が決められた、酵素にしか与えられないので、こういう、反応触媒しそうだけど、活性がまだちゃんと、論文に報告されていないといったようなものは、この番号が正式に与えられないのでこの ID 自体をそのオーソログのパターンに使うことがすごく難しいので、オーソログの ID は別にこう作っています。でそれが
まあ、こういうアイディアになっていて、まあ、この、まあ、いくつかちょっと、問題、その問題はちょっと今言うと、ちょっと、混乱するかもしれませんが、これ複数の、酵素反応触媒する酵素っていうのは、まあ、複合体を作って触媒する場合もあるので、そういう場合は、まあ、遺伝子レベルで言うと、2つの遺伝子が、複合体を作って働いていると。で、その場合はその2つの遺伝子に同じ酵素番号がつくんですけども、遺伝子レベルで見ると、その違う遺伝子になるので、まあ、アルファサブユニットとベータサブユニットというふうに分かれるので、そういうものを区別して扱いたいときに、酵素番号では扱えないので、別の ID をこうつけて判定しています。ちょっといいでしょうか。ちょっと混乱してしまいました。はい、で、そういう意味で、シグナル伝達系の方は、酵素番号というよりは、こういうその遺伝子の名前で、表現して、パスウェイを作っています。で、ここまでがパスウェイの概要。で、この後ちょっと、まあ、ゲノムとの関係をもう一回見ていこうと思います。で、ちょっと復習になりますが、まあ、KEGっていうのは、まあ、京都エンサイクロピダムジンザーズジノムの略なんですが、まあ、ゲノムとパスウェイのデータベースです。まあ、それからまあ反応とか、まあ、酵素の情報も入ってますが、まあ、基本的にはゲノムとパスウェイのデータベースで、まあ、遺伝子とまあパスウェイの対応っていうのは、遺伝子をまあオーソログ、遺伝子に対応するような機能のオーソログっていうのを割り当ててやって、そのオーソログがパスウェイの中にこう表現されているので、それで対応をつけていくということをやります。で、パスウェイ自体が、まあ、例えば TCA 回路であったり、グリコレシスであったり、まあ、セルサイクルであったり、その機能分類にこう対応してますので、どの遺伝子がどのパスウェイに乗っているかということが分かると、まあ、遺伝子の機能分類することになりますので、まあ、そういう分類情報として見ることもできます。まあ、それもちょっと後で見ていこうと思います。で、まあ、ゲノムの方からちょっと見ていこうかなと思うんですが、まあ、ゲノムを見てもらうと、ちょっと、これも実際に、見ていってもらうと、このゲノムとパスウェイ比較のところのゲノムデータベースっていうのを見てもらう。で、そうすると、まあ、いくつかこうカテゴリーがあって、まあ、コンプリートゲノムっていうのが、まあ、先ほど4500ぐらいある、まあ、ゲノムが決まった生物種の情報 で、これをクリックすると、これずらっとこう4000個ぐらいの生物種のリストが1ページの中に書かれているので、これ、この中から探すのちょっと大変なんですけど、バクテリアが3800ぐらいで、真核生物種が、350ぐらい今登録されています。で、これ上から真核生物種、まあ、人からとずっと、古細菌まで、並んでいます。で、資料では、まあ、人で見ましたが、まあ、人さっき見たので、見たんですが、まあ、TCA 回路から行ったので、まあ、人例えば見てみると、人の情報としては、まあ、ゲノムの情報として、まあ、文献の情報であったり、それから、遺伝子の数の情報なんかが、あとどっかに。あるはずですが、ないですね。ありました、ごめんなさい。タクソノミーで、まあ、生物種の分類があって、このスタティスティクスというところに、プロテインコーディングジーンの数と、まあ、RNA の遺伝子の数が、まあ、書かれて
います。でこの遺伝子をベースにしてパスウェイなんかを作っていっているわけでして、でこれこの上のパスウェイマップっていうところをクリックすると、まあ、実際にどういうパスウェイがあるかっていうのが見ることができます。でこれで、まあ、大体これ200ぐらいのパスウェイがあって、代謝パスウェイから、シグナル伝達系から、それからまあ病気のパスウェイなんかも作っています。でそれに関してもうちょっと見やすくしているのが、このブライトハイラーキーっていうので、この結局のオーソロジーっていうところを見ると、実際にその代謝系のパスウェイっていうのはこのメタボリズムのところにあって、それ以外のシグナル伝達系の情報っていうのがここに分類されています。であと、病気に関する、がんに関するようなパスウェイなんかの情報っていうのもここに入っているので、そういうその病気の関係で情報を見たい人はここを見ていくと、がんのマップなんかも見ることができます。でちなみに、そうですね、例えばこのコロレクタルキャンサーとか見ると、基本的にはこれシグナル伝達系でどういうところが、にそのどういう遺伝子に変異が入るとこのがんになりますよっていうのが、これも知識として文献から出てきたものを登録しています。で先ほどちょっと言ったこれちょっと話それますけど、薬とターゲットの関係っていうのも今見れるようになっていて、これここのメニューをこうクリックすると、生物種がこうずらーっと出てくるんですけど、その一番上に、まあ、ヒューマンが一番上に来てるんですが、その下にディジーズとドラッグっていうメニューがあって、それをクリックすると、色がこうつくようになってます。これちょっとこの画面上だと見にくいんですが、赤と青でこう色がついたところがあって、で赤が、何らかの疾患に、まあ、関係しているような遺伝子で、青が何らかの薬のターゲットになっているタンパク質の情報っていうのが、まあ、この上で見れるようになっています。でまあディジーズとドラッグのリストを見たければ、これをクリックすると、まあ、出てくる。多分皆さんの方では出てきてると思うんですけど、こんな感じで、ディジーズとドラッグの情報、これドラッグ下の方のディジーズが見れるようになっています。ちょっと寄り道しましたが、まあ、こういう形でそのいろんな生物種の情報が今これ人を見ましたが、ここからたどれるようになってますし、まあ、ゲノムのページから生物種検索することもできるようになっています。で、で、まあ、いくつかのこう生物種のゲノムをこう比較したいということを、まあ、見ていきましょうというのが次の話です。このアノテーションの比較っていうところに行きます。で、まあ、これ結局に登録されている生物種を選んで比較することもできますし、自分で遺伝子のこうリストを作って、それを比較することも、まあ、できるんですが、まずその結局に登録されている生物種で比較するっていうことを、まあ、やってみましょうっていうのが、この、エグゲノムデータですかというものです。で、これも、先ほどのページから、見ていってもらいたいんですけど、まずその例を見てやりましょう。これ有名な例なんですけど、API と BUC というのはアブラムシとブフネラという、
昆虫とバクテリアの共生関係が見えるっていうやつです。でこれも、ここにいくつか書いてますが、アブラムシとブフネラとか、大腸菌の毒性を持ってない実験室株と、毒性を持ったオイチゴなどと、それから、海洋メタゲノムが今入っているので、海洋メタゲノムサンプル感が間違っている瀬戸感の比較っていうのを少し見ていってもらおうかなと思います。で、このページの下の方に行くとですね、ケッグマッピング for ゲノムコンパリゾン&コンビネーションというのがあって、ここにいくつかこう例があって、そのアブラムシとブフネラの例は、この API と BUC っていう、この P エイキッドとブフネラというところをクリックしてもらうと、見ることができます。これ今この2つの、ゲノムを比較しますというようなものです。で、これ、この2つのゲノムからそのパスウェイを見ていきましょうと。で、これ全体像を見ていくと、これ全体像ちょっと時間がかかるかもしれないですけど、資料の28ページに書かれているような絵が見えてきます。で、これはと今3色で表してますが、緑が、アブラムシで、赤がブフネラで、青が両方ありますということになります。で、これ個別のパスウェイも、例えばその、回答圏なんかは、どっちも持ってるところなので、こういう感じで、メインのところは赤と緑と、これ、緑がブフネラで赤がアブラムシ、逆ですね。緑がアブラムシで赤がブフネラですけど、その両方持ってるっていうのが分かります。で、いつも出す例は、アミノ酸を作るところで、共生関係にあるっていうのが分かるっていう例を見せてるんですが、この、バリントロイシンとイソロイシンのパスウェイに関しては、これも同じような経路でこう作ってるんですが、最後のステップだけ、ブフネラというバクテリアが必要になって、それ以外のところは、アブラムシができているという形になるので、これ、ここのアミノ酸を作るためには、片方の生物種だけじゃダメで、両方の生物種がいないと作れないということが分かります。で、同じようにこの、ここに、その生物種のコードを入れてやると見ることができて、例えば先ほどの ECO と ECE 大腸菌2つの生物種を入れてやると、同じようにこう2つの生物種からこう見ることができまして、これも基本的なところは全部持ってるんですが、例えば、これもちょっと下の方に行って、このバクテリアのスクリエーションシステムとかいうところを見る と、タイプ3だけこう、特性があるバクテリアが持っているというのが見えます。で、これ一個一個こうパスウェイを見ていかないと、分からないっていう問題があるので、そういうのをもう少し見やすくするっていうことで、このブライトハイアラキーっていうのを見ると、その違いがもう少し分かりやすくはなります。で、例えば、
これちょっと後でまた、もう一回聞きますけど、それぞれのパスウェイで、どの遺伝子、どの、オーストログにどの生物種が対応したかっていうのが、ここ一覧で出てきますので、この辺は全部両方持っていて、これちょっと、例えばこういう遺伝子群は、こういう情報なんしか持っていないといったのが見えるようになってますので、こういうのを見て、どこのパスウェイを見たらいいかというのをある程度目処をつけていくという形になるかと思います。で、そういうのも、含めて、次の例をやっていこうと思います。が、ここまでいいでしょうか。どうぞ。はい。はい。このリスト自体はそうですね。ユーカリオートからこれちょっとこの高等というか、脊椎動物から。上にアニマルが来て、新学生物でいうとアニマルから来て、プラント、ファンジャイ、プロティストで、その下はバクテリアが来て、最後にアーキアが来るようになっています、はい、で生物種の検索自体は、どこでやるのがいいかというと、この DBGET っていうところで、キーワード検索が一応できるようになっていて、ここで、例えばエシャリキアポリスのエシャリキアとか入れると、そのキーワードを持つような生物種が、ずらっとこう出てきます。が、ブラウザーの、キーワード検索使ってもらっても多分同じようなことができるので、ある程度生物種見たい生物種が決まっている人は、ここでブラウザーのキーワード機能、キーワード検索機能を使ってもらったら、いいと思います。他に何かありますでしょうか。いいですか。で、最近ちょっと、結局の中で、メタゲノムで、海洋のメタゲノムの情報を、入れていってるので、それを少し、見ていってもらおうかなと思います。でそれが29ページぐらいからですが、で先ほど のコンプリートゲノムの下にメタゲノムっていうのがあって、そこをクリックするとやっぱり同じようにこうリストがこうずらっと出てきます。で現在は環境メタゲノムでタラオーシャンっていうプロジェクトのデータが243、それからクレイグ・ベンターがやったゴスサンプリングっていう、サルガストとかバミューダ海のサンプルの情報が、80あって、それ以外のゲノム、それから、人の細菌層で、一番よくやられてるのは、腸内細菌だと思うんですが、結構その口腔ですね、口の中の、メタゲノムの情報なんかもこれアメリカのグループが、出していて、そういう情報も含めて今さっきのゲノムと同じようにここから出てくるデータ遺伝子一個一個に機能アノテーションをして、どういうパスウェイに、対応するかっていうのを対応付けをしてパスウェイを作っています。でその結果を比較することが今できるので、そういうのをちょっとやってみてもらおうかなというのが次の例です。で、このタラオーシャンのデータっていうのは、ここにちょっとこれ記号で書いてるので分かりにくいんで、パワーポイントの資料の方をちょっと見ていただきたいんですけど、こういう形であって、例えばこれを見ると、4の DCM の、0、D2 の1、D6 っていうのがあるんですが、これサンプルの
採取したサイトの番号と、それから、これ海、海洋のメタゲノムなので、海のどれぐらいの深さで取ったかっていう、まあ、深さの情報と、それから、これフィルターを使ってそのバクテリアとかユーキャリオートとか、まあ、ウイルスをこう分離して、サンプリングしてシーケンシングしているので、そのフィルターのサイズによって、どういう生物種が取れてきているかっていうのが、まあ、変わっています。で、例えばこの 0.2 マイクロメーターですけど、 0.2 から 1.6 マイクロメーターのフィルターだと、まあ、バクテリア原核生物が、まあ、基本的には取れてくる。で、それより小さいと、これでは、まあ、ウイルスが割と多く取れてきている、まあ、いったような形で、このサンプルそれぞれの、まあ、メタデータを見ると、そのサンプルがどういうところでこう取られてきたかっていうのが、分かります。まあ、これ書いてますけど、で、タラのデータっていうのは243サンプル今あるんですが、サイトとしては、69サイトあるので、まあ、一つのサイトで、まあ、いろんな深さのデータとか、まあ、いろんなフィルターサイズのデータを取ってきているので、その同じところで、その深さによってこうどう違うかとか、フィルターによってどう違うかっていうのをこう比較すると結構面白いという形で、今見ていったりしています。それをちょっと今見ていきましょうというのが、今回の例です。で、サンプル地点に関しては、まあ、こういう、世界中の、まあ、海でサンプルしたようなデータが、まあ、入っています。で、で、先ほどのサンプル、まあ、メタゲノムの情報の、まあ、リストがまたありますので、そこからちょっと入っていってもらうと、まあ、例えばこれ一番クリックすると、これちょっと見にくいんですけど、サンプルのサイトの情報がこうずらっと書かれていて、まあ、温度であったり、まあ、深さ、であったり、まあ、サリニティであったり、まあ、そういう情報が見れるようになっています。で、アノテーションした結果、まあ、タンパク質をコードしている遺伝子が今72万個このサンプルから、まあ、シーケンシングして、アセンブルして、コーディングリージョンを予測して、遺伝子を取ってきたっていう作業をやった結果がこれなんですけど、72万個の遺伝子が取れてきて、まあ、それに対して、アノテーションした結果が、まあ、こんな感じになって、アルファプロテオバクテリアがこれぐらいいて、バクテロイデスがこれぐらいいてっていうような、そういうアノテーションがされています。まあ、ウイルスなんかもいくつか入ってます。で、これと、すみません、これちょっと分かりにくいんですけど、この T 番号のところをクリックすると、実はこの機能分類も見えるようになっていて、ジェネティックインフォメーションプロセッシング、これ、まあ、結局のパスウェイに基づいた分類ですけども、ジェネティックインフォメーションプロセッシングがこれぐらいあって、カーボンハイドレートメタボリズムがこれぐらいあるといったような情報が見れるようになっています。で、編集って書いてるところに行って、まあ、最後ちょっと20分ぐらいで、そこをやってもらおうかなと思ってるんですが、これですね。で、まあ、海洋サンプルのデータっていうのが、まあ、あったときに、その機能アノテーションの結果を使ってそのサンプル間にどういう違いがある、まあ、さっきゲノムの比較しましたけど、まあ、ゲノムにしてもそうですし、まあ、サンプル、まあ、まあ、人の細胞とかやってる人は、まあ、トランスクリプトームで正常細胞と、まあ、がん細胞とかも比較することはできますけど、まあ、ここでその、海洋サンプルをちょっと見てみましょう。で、2つ以上のサンプルを選んで、血液パスウェイの階層分類で、まあ、比較して異なる機能というのを、探してみましょうということを、まあ、やってみましょう。で、海洋のサンプルなので、一番分かりやすいのは、深さなんですね。で、
表層と、まあ、DCM っていうのが数十メートルの深さで、メゾペラジックっていうのが数百メートルの深さなので、まあ、これ光が届くか届かないかっていうところの違いが、まあ、当然光合成とかに違いが出てくると思われるので、まあ、そういうところを見ていくと違いがよりはっきり分かりますというのを見ていってもらおうかなと思います。で、今ここケッグの先ほどのゲノム比較のところで、サンプルの番号をこう並べていくことができます。でこれがちょっとこう分かりにくいかもしれませんが、先ほどの、ここのページですね、メタゲノムのページに行ってもらうと、このサンプルのこう記号の先頭にこの T 番号が書かれてます。で、T の3で始まってる番号なんですけど、この番号がサンプルの ID になりますので、ここからその比較したいものを選んで、この ID を並べていきます。で、例えば先ほどの深さで言うと、この一番最初の2つは、サーフィスと DCM で数十メートルのところで、それ以外の条件が全部同じになっているので、同じところの同じ生物種層の、深さが違うサンプルということになります。で、もうちょっと違いが出るのが、メゾペラジックっていうのがあるやつを探して、メゾっていうのを探してもらうと、メゾとサーフィスとかを比べると、より違いが見えると思われますので、そういうのをちょっと選んで、ここに入れてみましょうというのがやってもらおうと思っていることです。で、例えばですけど、今、この例は3841と844というのを選びました。で、これは、今ちょっと言ったそのメゾペラジックと、まあ、サーフィスで他が同じ条件になっているやつっていうのを選んで、入れています。でこれ実は10個ぐらいまで入れても比較することができるので何個入れてもらっても10個以上だとちょっとマップの上に載せれないので、今ケグの上限は多分10だったと思うんですけど、まあ、2、3個だったら全然問題なく、見ることができます。でこれで、パスウェイをこう見てもらうと、一番上の方に、全体像ですね、グローバルマップっていうのがあって、グローバルマップっていうのはこう大きい全体像なので、これ、遺伝子1個1個の情報が箱で表現されてないので、基本的には生物種2つの比較もしくはサンプル2つの比較で、色が緑と赤と青で表現された、まあ、先ほどの、ブフネラとアブラムシの例のような絵が出てきます。で個別マップに関しては10って書いてますが10生物種までサポートされていて、生物種1から、まあ、生物種10まで、色が違う色で出てくるということになっています。で、まあ、ここではその生物種サンプルはって書いてますが、これマッピングするときに、遺伝子のこうリストでマッピングするので、まあ、それは生物種と思ってもらってもいいし、まあ、そのサンプルの中にどういう遺伝子が入っていたかっていうそのサンプルの、情報として、考えても、まあ、どちらもこの遺伝子の集合として、まあ、考えてやってみてくださいということです。で、まあ、全体像を見るとこんなになっていて、個別マップを見るとこういうふうに、両方のサンプルであるところには、まあ、2つ色がついて、片っぽのサンプルにしかないところは、1個しかつかないという形になります。で、先ほど、まあ、ちょっと見ましたけど、これで、パスウェイのマップを見ると、こうリストはこう、まあ、出てくるんですけど、このどのリストがその差があるかっていうのがこれだけだとちょっとわからないので、その差があるかどうかっていうのを見るために、このブライトのパスウェイっていうのをブライトのハイラキーっていうのを、見てもらうとある程度こう違いが見えてきます。で、それもちょっと一回見ていきましょうか。
で、先ほどこうやってもらったのはここで、例で書いてたのは、C の30841 と T の30842 とか入れるとここ出てきます。で、これでパスウェイマップっていうのを比較すると、出てきますが、一番見たいのはこの光合成のところ、光合成のパスウェイが実はあって、光合成のところを見ると、違いが、よくわかると思うんですが、赤がサーフェスで、緑がメゾペラジックのサンプルなので、当然そのサーフェスのところにしか光合成の遺伝子っていうのが出てきてないというのがわかります。で、これは知ってればわかるんですが、先ほどのクブライトのハイラーキーを見たいっていうのは、そういうのが、見えるように、選べるようになってまして、ブライトのハイラーキーも、これケッグの説明が、41ページに書かれてますが、ケッグのオーソログ、その機能がアサイン、ケッグで機能がアサインされている遺伝子のうち、パスウェイに乗っているか乗っていないか、パスウェイに乗っていなくても、機能分類されている、遺伝子は、実は結構あるんですが、そのうちパスウェイに乗っているものは、ここのケッグオーソロジーの KO のところに分類されているので、パスウェイ見たいときは、これをちょっと見ましょう。で、ここで、例えばそのメタボリズムを見たい。で、メタボリズムの中でも、例えばエナジーメタボリズムを見たい。で、このワンクリックモードっていうのをクリックすると、チェックすると、この三角、この三角で、三角をクリックすると、こう、その下の階層が開いたり閉じたりするんですが、ワンクリックモードをすると、開くときに、その下の階層を一気にこうドーンと開いてくれるので、この最下層の部分で、その、色付きの遺伝子の情報がわかるので、それを見ることができます。で、例えばこれを見ると、赤と緑でこう若干こう違いがあるっていうのがわかります。それから、ここに、例えばフォトシンセスっていうのがあって、こういうのを見ると、これ赤しかこうずらっとないっていうのが分かるので、こういうパスウェイっていうのを見ると、このサンプル間の違いのあるパスウェイだっていうのが分かります。はい。はい。アウトプットすることっていうことですか。それは、ですね、今、ここでできたかな、ここの画面では多分できないですね。差を出す。今はできないですね、多分。すいません。ちょっとやり方はあるかもしれないんですけど、多分簡単ではないかな。そうですね、これにダウンロードみたいなのがあるといいんですけど、今のところそれはないです。で、そこは多分そのそっか、それぞれのサンプルのリストを比較してもらわないといけないので、リストをダウンロードした後にこう自分でこう比較してやる必要があります。そういう意味ではちょっと不便かもしれません。
あ、で、続けますと、そういうふうにしてこう比較することができたんですけど、これ今やったことはその遺伝子があるかないかっていう情報だけを使ってマッピングしたので、例えば発言パターンの情報であったり、そのどれぐらいこう出てるか出てないかといったような情報って、その量の情報っていうのを、見ることができていないんですね。で、そういう情報も一応見ることができるようになっていて、それをやろうっていうのは最後の部分です。で、資料の45ページに少し書いていますけども、で、今のその T 番号の比較だけだったら、遺伝子があるかないかっていう情報で、サーフィスにはその光合成の遺伝子があって、そのメゾペラジックには光合成の遺伝子がないというようなことは分かるんですが、もしその量的にどの程度あるかっていうのを知りたいって時に、この情報だけだとまあ分からないので、そういう情報をがもし自分が持っている場合はそういうのを使うことができます。で、でこのタナの元のデータには今その各遺伝子にマッピングしたリードの数の情報っていうのがあって、それ今ちょっと別でこう作って見れるようにしているので、そういうのをマッピングしてみましょうというのがこの次の最後の練習です。で、ここのサンプルのリンクをまた先ほどのページから行ってもらうと、サンプルデータというところに、この T 番号でこのテキストっていうのが、サンプルごとにこう書いてあります。でこれをダウンロードしてもらうと、これこれ今オーソログの ID になってるんですけど、オーソログの ID の遺伝子がどれぐらいの量があったかっていう、そのオーソログ ID とその発現量、これは存在量ですけど、存在量のリストになってます。でこういう情報を使ってパスウェイに色をつけるっていうことができますので、最後にそれをちょっとやってもらおうかなと思います。で、このファイルを自分のところにこうダウンロードしてセーブしてください。で、セーブしてもらってその後セーブの仕方って分かりますかね、ダウンロードの仕方。Mac だと、リンクのファイルをダウンロードとかすると、ダウンロードしてくれます。で、さっきの、841と844とかでもう多分いいと思うんですけど、この2つダウンロード例えばしてみましょう。で、キャンセルが出てます。で、戻ってもらって、このケグマッパーっていうその発現量データなどのマッピングっていうのがあります。これマップを指定しないといけないのがちょっと不便なんですけど、ここにそのパスウェイのマップの番号を入れます。で、例えばさっきの光合成だったらマップの、00195っていう番号になります。で、ファイルを一つ先ほどのデスクトップに入れた、なんかいっぱいあるんで
44番、844のデータをアップロードして、でここで、今さっきのデータは数値データになってたので、このニューメリカルバリューの方を選んでもらって、で、かなりそのデータ の最大最小の差が大きいので、ログスケールかなんかにしてもらって、であともその色をどうするかっていうのはここで実は自分で指定できて、このチェックっていうところを見ると実際にどういうスケールの色になってるかっていうのが分かります。これ小さいのが黄色で大きいのが赤になるように設定されてますが、この色、これ RGB ですけど RGB の色を指定してやる。でここでエグゼクってやると、あれ、ごめんなさい。ここ KO にして、さっき K 番号で遺伝子を指定してたので、ここマップじゃなくて KO にしてください。で、KO にすると、その KO が、K 番号があるところに、どれぐらいの、遺伝子が発現していたかっていうのがこう見えるようになっています。でこれは多分サーフィスの方で結構濃くなってると思うんですが、実はメゾピラジックでもアノテーションの時には出てきてないんですけど、まあ、こんな感じで薄くなるというのが分かります。で、これファイルの形式を今、1個ずつにしましたけど、このサンプルをこういうふうにこう縦にこう並んで作っておいてもらえれば、こんなスマップに、アニメーションみたいな形で、連続してこう見るようなことができるようになっています。大体できましたか、はい、ちょっとファイルの準備が少し必要になりますが、こういう、形式のファイルを作っておいてもらえれば、ケグのパスウェイのマップに自分の発現パターンの情報なんかを重ね合わせることが、できるようになっています。ちょっと時間がちょうど来ましたので、一応今日のお話は、以上ですが、何か質問ありますでしょうか。CSV は、今は対応してないですね。タブ切りに変換してもらう必要がありますので、多分 Excel で読み込んでそれを、タブ切りに変換してもらうということができればいいと思います。他に何かあります？よろしいでしょうか。はい、最後の結果こんな感じになっちゃうと思います。はい、で、今日のまとめとしてはパスウェイデータを使ってみて、いろんなデータをパスウェイにマッピングする方法っていうのを少しやってみてもらいましたということで、今日の講習はこれで終わりたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。